スクモカイズカスクモカイズカ1スクモカイズカは、高知県スクモ市スクモにある、縄文時代後期の貝塚。1957年7月27日に、国の史跡に指定された。スクモ市スクモカイズカ地区に所在し、東貝塚と西貝塚の2つに分かれている。1891年に、寺石聖路によって発見されて、彼によって、初めて学術的に紹介され、 全国的にも著名な貝塚となった。1949年と1985から1986年に高知県教育委員会が発掘調査を行った。また1996年にはスクモシが発掘調査を行い、縄文土器のほか、石器、重骨、魚骨、貝類、埋葬人骨などが出土している。海藻にはハマグリを中心に多様な 海類が含まれる。ab, スクモ海塚スクモ市。www.city.sukumo.kochi.jp。2020年11月15日閲覧。国指定文化財等データベース。kunishitei.、E、文化 .go.jp。文化庁。2020年11月15日閲覧。 国指定史跡高知県教育委員会文化財、課題 www.kocinet.ed.jp。2020年11月15日閲覧。AAB 高知県教育委員会1986年、つくもかい高知県行ってみよう全国遺跡、博物館マップ。全国子ども考古学教室。2020年11月15日閲覧。 スクモ海イカスクモシスクモ歴史館。www.city.sukumo.kochi.jp。2020年11月15日閲覧。ありがとうございます。